こんにちは、コスです。実習が始まってもうだいぶ時間が経つんですけど、今日は僕のね、実習のある一日を紹介できればなと思ってます。朝は本当にね、いつまで経っても辛いですよ。でもやっぱ一人で起きれるようにならないとダメですよね。これからもう大人になっていくわけだし、ということで頑張ってできるだけ一人で起きるようにはしてるんですけど、睡眠はだいたい8時間9時間ぐらいは寝ないと次の日本調子出ないんですよね。なんかだいたい6時半から7時間ぐらい7時間ぐらい寝たら人間はいいらしいんですけど、やっぱそれだと足りなくて8時間は必須で必要ですね。今絶賛寝不足で5時間睡眠でもすごい寝不足なんですよ。そして体調がすごく悪い。話変わるんですけど、まあ実習とか辛いことあるじゃないですか。皆さんはどういう癒しというかね、息抜き、どんなことがありますか？教えてください。おはようございます。寒いと思ってパーカーが来たら暑いんでちょっと脱ぎます。ザ・パジャマみたいな感じなんですけど許してください。朝ごはんは毎日グラノーラ食べてます。これと豆乳とグラノーラ食べましょう。とりあえず最近のなんだろう、スケジュールっていうか動きをさらっと言うと、だいたい起床時間は7時半から7時45分に起きて、そっからもう歯磨きしてご飯食べて着替えてもう出るだけなんですけど、特に朝ね、ほんとギリギリに起きてギリギリで支度するんで、まあ、今日はね、ちょっと早めに起きて、まあ、こうやって動画撮るからちょっと早く起きてやってるんですけど、まあ、それでも時間ないんですけどね。で、朝ごはんはもうフルグラだけ。昼ごはんがまあ1時ぐらいかな。そんな感じですね。実習始まってから、始まる前は全く朝起きれなかったんだけど、もう完璧に起きれるようになったね、気づいたら。やっぱりね、1週間の疲労半端ないですね、本当に。まあ、次の動画は多分土日、まあ、休みで完璧にその1週間の疲れを取る方法っていう動画出そうかなと思います。まあ、自分がね休みたいだけなんですけど、あと今日1日ね動画撮ってみるんですけど、実習ある1日だけどプラスアルファで頑張る1日みたいな感じで見てもらえたら嬉しいです。まあ一個のこう頑張る一日としてご参考になればいいなと思ってます。まあ、そうだね、頑張るしかない。はい、今着替えて、でもうちょっと時間ないんですぐ出たいと思うんですけど、なんか言おうとしたんだけど、なんだっけな、次どこのシーンになってくるなってるか分かんないんですけど、ちょっと行き当たりばったりでやるんで許してください。じゃあ行きます。行こう。
ランチタイムということで、お昼ご飯の時間なんですけど、割とご飯をねたくさん食べれるようになって、2週じゃない、2ヶ月ぐらいで3キロぐらい太りました。お疲れ様です。夕方のまあ6時過ぎなんですけど、まあ、今日金曜日なんでね、週の最後で一番疲労が溜まってるんですけど、疲れました。どうしようかな。まあちょっと贅沢してというか、カフェとか近くのね行ってやるのもありかなと今考えてるんですけど、まあ、普段はね家でやってるんですけど、もちろんもう11時半には寝てるんで、家帰ってきて、まあ、ご飯食べて日誌書いてお風呂入ったらもうそれぐらいの時間になっちゃうんで、気づいたら。けど今日はね金曜日ということで、まあ、動画も撮ってるんで、ちょっと家だと撮りづらい面もあるんで、カフェ行こうかな。カフェ行ってほんとそこでサクッと日誌を終わらして、家ではもう完全にフリーな状態にできればいいかなと考えてます。行った方がいいよな。金曜日に全部終わらせるのが本当に一番いいからね。分かってるんだけどな。それ行きましょう。雨がやばい。水たまり踏んだ。はい、コメダに今着きました。近くにねおしゃれな喫茶店とかカフェはないんで、まあ近場でやるって言ったらコメダでいつもやってますね。さあ気合を入れてやっていきます。レッツゴー。わっ、砂糖2本でも足りませんでした。このノートとメモ帳は無印で買いました。ノートにはねいろんなステッカーを貼りました。マジで疲れた。ただいま。家族がバレエを見てて震えています。スポーツが怖いピノさんです。ピノ、最強の技を見せてくれ。待て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 で、ここにこちらで、そうそう、お座り、そう、こちらで、こちらこちらこちら、ハイタッチハイタッチハイタッチ、よしよしよし、仲良くしよう。はい、仲良くしよう。 OK、 よし、はい、握手しよう。握手、よし、ゲーッ。300ml、これが一番うまいかも。この前ミルクティーだったと思うんですけど、ナチュラルチョコ一番うまい、過去一です。
もうあと寝るだけなんですけど、これ飲んで、まあ30分ぐらい時間あるんで、ネットフリックスで、ルパンの、あのフランスのね、ネットフリックスオリジナルでドラマ、フランスが舞台の。で、それのシーズン3が最近出たんですよ。ほんと2日前ぐらいに。これほんと好きなんで、まあルパンだったら何でも見るみたいなとこあるんですけど、それをちょっと30分ぐらい見て、生活リズムをね、崩さないように、早めに寝たいと思います。でちょっと価格を移動するのがちょっとめんどくさいんで、ルパンだけ紹介して終わりたいと思います。ちょっと待ってね。これ見える？最高です。ルパンの原作をこう忠実に描くみたいな、みんなが知ってるルパン三世じゃなくて、本当のそのアルセーヌ・ルパンのその小説のに沿って進むみたいな、と言葉で表すとすごい難しいんですけど、時間ある人は見てください。早くね、ラジオとか撮りたいんですけどね。なかなかね、そればっかりになっちゃうとみんな飽きちゃうと思うんで、よいしょよいしょに挟みたいと思うんですけど、っていう感じで、実習の前の後と、まあ、どういう感じなのみたいな動画になっちゃったんですけど、普段カフェ行ったりはしないんで、あれですけど、まあ、できるだけリアルな一日にできたかなと思います。まあ、あとはね、ちょっと環境が変わって、なかなかね撮りづらかったりするとこもあるんですけど、実習含め YouTube もね頑張っていけたらいいなと思います。今回の動画は終わりたいと思います。また見てください。おやすみ。おやすみ。マジで今回の動画不安だわ。マジで今回の動画不安だわ。大丈夫かな。本当に不安です。不安。